はい、こんにちは、パーカッション高文です。今回はコンガのプラスティックヘッドを DIY によって本革風のサウンドにリメイクできないかという実験でございます。はい、今ですね、僕このコンガのヘッド、レモのスキンディープっていうねプラスティックヘッドを使ってるんですけれども、これをね本革のような音に変えることができないかと、試してみたいと思います。というのもですね、先日行ったルンバのワークショップをやる際にですね、キューバのいろんなコンガプレイヤーたちのね動画を見て漁ってたんですけども、そしたらね、やっぱり本革の音いいなと、本革熱がねむちゃくちゃ高まってきまして、あの肉厚な感じっていうかね、ぶっとい感じ、分厚い感じっていうのがすげえ恋しいなと思って、もういっそこれ張り替えちゃおうかなとも考えたんですけども、なかなかね現実的ではないと。この、まあ、日本の湿度の影響もありますし、まあ、僕自身ねこのチューニングするのが結構めんどくさい性分なので、できればコンディションを一定に保てた方がいい。まあ機能的に、使いやすさという点ではね、プラヘッドが圧倒的に使いやすいんですよ。なので、まあ理想的にはね、このプラヘッドの使いやすさを維持しつつ、サウンドが本革のような限りなく本革に近いサウンドが出せれば最高じゃないかなと考えまして、今回ね DIY でそれに挑戦したいと思います。はい、で後半でねサウンドチェック、サウンド比較もやってみますので、結果だけ知りたい方は飛ばしていただいても構いません。はい、今回ねどうやって DIY して変えていくのかっていうところなんですけれども、まあ、このプラヘッドっていうのは、まあ、現状どんな感じかっていうと、まあ、このようなサウンドですと。基本的にマイク乗りはいいですし、扱いやすいし、まあ、とても便利なんですね。ただやっぱこのサウンド的に、このプラスティックっぽさっていうんでしょうか、独特のね倍音がやっぱり乗っちゃうのがちょっと気になっているところではあります。はい、まあ卓録とか、まあ、この動画に使うね音声っていうのは加工ができますから、加工して、まあ、いい感じに聞かせることはできるんだけども、やっぱね叩いてる本人が、叩いてる自分がご機嫌になりたいじゃないですか。なるべくねいい音で聞いてご機嫌になりたいといったところで、このプラっぽい感じっていうかね、ちょっとペチャっとしたような、感じがあると若干テンションが下がるわけなんですよ。なのでこれをまあどうにか、本革風に仕立てられないかというところで考えましたのがですね、エポキシ樹脂製の接着剤ですね。まあ、わかりやすいところで言うと、ボンドっていう、名前で売られてたりします。これ先日、陶器のダラブッカーを修復するときに使った、まあ、すげえ便利な接着剤なんですけども、このエポキシを、このコンガの座面の裏側に薄くね、塗って、クレープみたいにして、層を作って塗って、この皮自体を分厚くする、厚みと重さを持たせるようにすれば、これ本革風の音になるんじゃねえかなと考えまして、これを今回ねやってみたいと思います。はい、まあ、この接着剤がね1000円しないぐらいなので、これでサウンドがいい感じにできたらめっちゃコスパいいなと、そして使いやすさもね保てて一挙両得だなというところで、これを今回試してみたいと思います。はい、なので一回これヘッドを外しまして、エポキシを均一に塗って乾燥させて音がどう変わるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、これもね今回僕初めてやりますのでちょっとドキドキなんですけど、まあ失敗したら失敗したでね、このボンドを溶かすことできますから、ちょっと試しにやってみたいと思います。はい、じゃあ外していきます。ちなみに今回これ使用するのは、ジョバンニパラディウムシリーズの11と4分の3インチのコンガ。はい、というわけで一回外しました。今ねこんな感じでテーピングしてるんですね。でこれを外して接着剤をちょっと塗っていきます。使うのは二液混合タイプの、エポキシ樹脂系ボンドです。こういうふうに2種類のゲル状のものがあって、これをね混ぜると硬くなると。はい、こんな感じですね。これ混ぜない限りは固まりませんから、
このままにして大丈夫なんですけども、ここから一気にガーッとかき混ぜて平たく伸ばしていきたいと思います。でボディとくっついたら困るので、このボディと当たる部分には接着剤伸ばさないで、ギリギリ、内側になるべくね、平らに層になるように伸ばしていきたいと思います。では一気にいきます。いくぜ。クレープ屋さんになった感じですね。はい、こんな感じになりました。とりあえずね、ちょっと不均一だけれども、ここはドライヤーでちょっと風を当てつつね、平らにしていきたいと思います。はい、というわけでさっとドライヤーかけまして、こんな具合になりました。いかがでしょうか。ここにねスペース作っていい感じに円形になるっていう塗り具合は、まあ、ちょうどいい想定通りだったかなと思うんですけども、この厚さがねちょっとこうデコボコしてますよね。見てわかるかな。これがもうちょっとこうね綺麗に均一にクレープみたいになったらよかったなと思ったんですけど、まあ素人仕事なんでね、こんなもんかと、いうところでございます。でこれを1時間ほど乾燥させて完全に乾いたなとなったら、いよいよ楽器につけて音がどう変わったのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということで1時間経過いたしました。完璧にね乾いております。まあ、この縁とかねデザインナイフで綺麗に加工しちゃってもいいんだけど、とりあえずこれで1回叩いてみて、足りなければさらに上塗りして、ちょっとミュートが強すぎるようであれば削ったりしようかなと思っております。はい、とりあえずつけてみて叩いてみたいと思います。なんかすでにちょっともう分厚くなってるんですけど、音が。これはいいんじゃないか。やばい、太い。はい、いかがでしょうか。ちょっとこれからねこのマイクでサウンド比較をやっていきますけれども、今パッとやってみた印象としてはね、かなりぶっとくなったなと。特にこのオープンサウンド、まあ低い低音系ですね、ベースモフオープン、まあ明らかに太く重くなった。まあ、若干倍音聞こえるかなって感じだけれども、まあ、本側に限りなく近いと言えるんじゃないかなと思います。スラップについてはこれ明らかに鳴りづらくなったかなっていう印象はありますけれども、今までがね逆にちょっと鳴りすぎてた感はあるんで、まあ、本来の本側のコンガってこれぐらいのバランスで今ちょうどいいのかなと思ったりしております。はい。
このトゥントゥンってね、低い音、ローの成分がしっかりと抜けてくれるぐらいの方が、ちょうどいいのかなと思ったりしてます。はい、だから結構いいんじゃないか。はい、じゃあちょっとねマイクで比較してみたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。これマイクのりに関してはね、撮ったものを聞いてみないとちょっとわかんないんですけども、今叩いてみた印象、僕の印象としてはね、すげえ良くなったなと思います。っていうか、まあ本革に近くなった、狙い通りの感じになったなっていう感じ。この低音成分がしっかりと出て、まあ高音はねちょっと聞こえづらい、くぐもった感じにはなるんだけれども、バランスが良くなったかなと思います。人によってはね、この高い方の成分が抜けない、出しにくい、叩きにくくなったなと感じる方もいらっしゃるかと思いますけれども、プラヘッド特有のね、なんか余計な倍音っていうか変な高音成分が気になるなという方にとっては、この加工は結構いいんじゃないかと思います。はい、まあ一言で言うと、低音成分がやっぱり強くなって、高音成分は出にくくなるっていう感じですね。まあそのままですね、この皮が分厚くなった分、はい、なので、あ、なるほど、そんな感じになるんだ、良さそうだなという方はね、ぜひやってみてください。僕は他のトゥンバドーラとかキントにも同じ加工をしようと決めました。はい、これね、狙い通り。はい、はい、という感じで今回は実験的な内容でしたけれども、このチャンネルでは毎日パーカッションの情報を発信しております。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいてメンバーシップに入っていただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。また毎週日曜日は YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。